朝尾はリハビリ中の後輩に四つ葉のクローバーをプレゼントした。朝尾が大学時代にしていたアルバイトは中部国際空港の清掃バイト。朝尾がトークショーを開催した際には前日の夜から女性が駆けつけた。当主朝尾が誕生したのは高校2年生からで、元のポジションはキャッチャーだった。朝尾は甲子園の芝は人工芝だと思っていた。